ハスタネ物語、こちら植え付けてから、まあ、1ヶ月ぐらいちょうど経ちました。で、肥料やってからですね、まあ、もう初、2週間以上経っていますので、また追肥したいなと思います。まあ、今日確認させてもらったところですね、こちら、立場、葉っぱがね、水面に浮いてた葉っぱだけだったんですけど、今、立場が上がってきたので、ここから、ちょっと、さらに思いっきり、肥料を効かせようかなと思っております。まあ、この鉢サイズで言うと、10粒って言うと多いかもしれないですけど、まあ、ね、枯れちゃうことはないと思うので、思い切って肥料をまた今日もやりたいなと思います。まあ、皆さんはね、適量を守りながら与えていただければと思います。今ね、立場がここに来てるので、ちょうどここをぶつかってぐるっと回りかけてるんですかね。だから、さらにこの辺りに今株があると思うので、ここら辺にポロポロと肥料をやっておきましょうかね。この季節もね、まだまだアブラムシが湧きやすいので、十分気をつけていただいたらいいかなと思うんですけど、とりあえず今のところは発生していないので、オルトラン等はやらなくてもいいかなと思います。今年ね、どこまで大きくなるか非常に楽しみですね。以上です。